自由の像とは、ハンガリー・ブダペストのブダ地区、ゲッレールト山の山頂に位置する像である。ハンガリー語のソベチャーク、SBTT は、自由、ソバー、サブアは、像の意。ただしソベチャークソバーと表記すると、ソベチャークの語末の有声子音の G が続くソバーの無声子音に同化して無声化するため、実際の発音は、サバッチャークソボル、SBTT、クサーバーとなる。初めてこの像が作られたのは1947年で、第二次世界大戦中のソビエト連邦の侵攻の記憶として建てられた。14メートルの高さを有す、この銅像は26メートルの高さの台座の上に立っており、ヤシの葉を持っている。二つの小さな像が台の周りに存在しており、この二つを含む像は一時期メメントパークに所在していた。この像は、キシファルディス・ローブル・シグモンドによってデザインされ、彼によるとこのデザインは、ホルティ・シュトバーンの記念として作られたが、ソビエト連邦の修正によりヤシの葉が人間の子供にとって変わられていることに気づいたという。ソ連の赤軍による枢軸国ハンガリー王国の占領は、占領軍の立場から解放だということにされ、この解放記念像の建設に際しては、記念碑にハンガリー語とロシア語で以下のように記名された。A、フェルスザバディとソブジェット HSK エンリギア、AHLS マグヤ NEP1945 解放者であるソビエトの英雄たちを記念して感謝するハンガリー人民1945年1989年にハンガリーが社会主義体制から体制転換すると碑文も以下のように改められた。マインディザックエンリギアアキックエディトゥーケットアルドウスタク、マグヤースタサーグフガタルンジジと、サバドセガート ES ボールドグヤラザートハンガリーの独立と自由と幸福のために命を捧げた者たちすべてを記念してありがとうございます。